はい、皆さん、だんだんどうも、ガオチュウと申します。久しぶりにですね、長岡の街中走ってみたんですけど、まあ今、長岡市内走ってるんですけど、まあミラジーノです。マニュアルです。めんどくさいです。確かに信号が多いっていうのもあるんですけどね、やっぱりちょこちょこと止まって信号をこうやって待たなきゃいけないのがあるので面倒ですね。止まってる時はまあまあニュートラルサイド、足は全部離す。あと最近のね、車は全部オートマなんで、後ろの方あれブレーキ踏んでねえぞみたいな、そんな感じで、はい、いるかと思いますが、マニュアル車なんでね、仕方ないっすよっていうか、昔はみんなそうだったでしょってね。はい、いや、あられかな、これは。はい、降っております。まあ、あられの場合は車の上にあんまり積もらないんで、走ってればね、走ってるとそんなに積もらないんでいいんですけど、はい、そんなんで、もうすぐ長岡市内抜けるかなと。352号線って書いてある。今これ前横切ってるのが国道の8号かな、8号線だと思います。はい、そんなんでちょっとまた友達のところにね、イタリアンの友達のところへ、イタリアンの店をやっている友達のところ行ってみようかなということで移動してます。今回は何も持ってこなかった。まあしょうがない。まあお昼食べに行くお昼食べに行くために、何キロ、100キロ90キロぐらいを走るという、そういった感じです。はい、よいしょーと、この辺はと、まあそうなんで、まあ今日が新潟県初雪でもないか、シーズン、雪のシーズン始まりましたってことで走ってますが、そういえばね、このシフトレバーの操作、ちょっと自分のやり方、チェンジの時のその握り方、握らないんですよね。私の場合シフトレバーって握ったことがない。まあ教習所の時には握ったりしてやってたかな、なんですけど、基本的には何だろうな、送り出すとか、まあ1からじゃねえや、1から2、3から4っていう時には、引くって感じですかね。こう、なんだろう、引っ張る、ちょっと後でやってみますけど、走ってる時じゃないとね、なかなかできないですけど、
まあ今ローギアでスタートですよね。はい、スタートで、で1から2の時はこうなんだろうな、左へ寄せながら下に下げる感じ。だから握らないんですよ。で3から4もなんだろう、この指だけで引っ張ってくるっていう感じですかね。で上げるときはこうやってあんまりこう人真似 しない方がいいのかもしれない。指で挟んでこう繰り出す、押し出す、そんな感じでやってます。なので握ってるようで握ってない、こんな感じですかね。でよいしょ止まっちゃった。はい、一応サイド引きます、ニュートラに入れます、ブレーキクラッチ離します。そうすると後ろの人はんってか見てねえし、はい、そんなんで、まあシフトレバーのね、こうギュッて握ってやるってことないよな。昔、まあやってる人もいるんでしょうけどね。まあこうやってねやってる人いるし、まあ多分みんな似たり寄ったりだと思うんですけどね。私の場合はシフトレバーの操作はそんな感じで、握らないで、スタートの時ローに入りにくい時は一回このセカンドにガンって入れてから、ローに入れる。結構ねローに入りにくい時って出てくるんですよ。もうそういう時は違うギアのところに一回入れてからね、クラッチ、もちろんクラッチ踏んでですけど、別のギアに入れてからローに入れ直すでスタートする、そんな感じでやってますね。はい、まあ、多分無理やり入れようとしても多分入らないだからこうギアがねちゃんと噛み合ってるところに一回入れてやって噛み合いそうなところに一回入れてやって、それからローに入れてやるとスッと入る、そんな感じですかね。はい、そんなんで、まあちょっとシフトレバーの操作の仕方多分みんな一緒でしょう、こんなところで説明したって多分見てないよそんな感じです。だいたいそうだな、この指の付け根あたりを押すときには使いますね。こういう感じでね、ここをね、使いますね。で引っ張るときは指先か指のこの第二関節のあたりですね。でシフトレバーの操作をやってます何のことはね、普通のことだよって感じですが、はい、こうやって握ってね、ギュッて握ってやってる人ちょっとどうなのかなって、入れ間違い、なんか俺握ってるとなんか入れ間違えそうな気がして嫌なんですよね、たまに間違えるんですよねあれ2じゃなかったっけって時に4入ってたり、あれ1じゃなかったっけって時に3に入ってたり、はい、ということで、シフトレバーの操作、私なりの操作方法ちょっと喋ってみました。いやでも街中というかその信号の多いところではマニュアルはねシフト操作が多くなるんで、まあ、面倒な反面面白い、
ですかね、やっぱり。そのためにマニュアルを買ったわけですからね。シフトレバーの操作を楽しむためにマニュアルを買ったわけですから、はい、まあ今乗っていらっしゃる方々多分そうだと思います。違うかな。でこれからマニュアル買おうかって考えてる方は、まあ街乗りは我慢していただいて、いやそれを楽しんでいただいて、で田舎道走る時もある程度シフトレバーの操作を楽しむと。そういった感じで言ってくれればなーなんて、そんな風に思ってます。はい、なんで信号のないところに来ましたね。そうするとシフトレバーの操作ってのはなかなかない。うん、わざとやるわけにもいかないし、まあそれなりに、はい、ってことでちょこっとお話をしてみました、ご紹介してみました、私のシフトレバー操作方法。すげえつまらんくだらんなんていう意見の方が多いかと思いますが、はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ガオチュウでした。失礼します。